なんだあれ、信用していいのか。ねえ、でも心当たりもあるの。さっきこの人形が1階を通った時泣いてたの、しくしくって。マジかよ、相変わらず気持ち悪い人形だな。探知機になるかも。子供たちを殺した犯人の死体を探す。ねえ、動いてみようよ。っていうか、怪我大丈夫？うわ、すごいコブができてるじゃない。金槌の柄がもろに頭に当たったからな。もし先んところが当たってたら死んでたぜ。くそ、殺人犯め。たまたま私が包帯持ってたからいいようなものの、巻いといてあげる。お前の階段グッズ助かるわ。何が入ってんだよ、見てくれよ。いやよ、なんで私が。岸沼くんが見てよ。気持ち悪いな。見てみりゃいいだろ、自分で。この名札、この小学校にいた男の子のよ。きっとあの幽霊の名前。あ、篠崎。
どうするそれ。きついな。返してあげよう、この遺体の一部を。はあ、正気かよ。目あったらやばいんだろう。うん、だけど この子にこれを返すには、これを見せるには、正面から視界に入れるか。いや、無理だろう。目合わせてこいつに突き殺されたらどうすんだよ。それにお前、震えてるじゃねえか。じゃあ、俺が、やろう。いい。巻き込んでこんなところに閉じ込めて、大事な私の友達を殺したあなたたちを、私は絶対許さない。篠崎。けどこれはあなたのものだから、返してあげる。また地震か、畜生。しゃがんでても仕方がないか。ゆか、
きっと助けに行くぞ。待っててくれ。とにかくナオミのところへ戻るか。赤い服の君、待ってくれ。篠原の携帯じゃないか。篠原。すまん、篠原。勝手に呼んでしまった。これは今はナオミには見せない方が良さそうだな。ナオミ、サトシ、もう一人にしないでよ。すまない、ユカを探しに行ってたんだ。そっか、じゃあいい。ユカちゃんいた？いや、さっきまで通路だったところが壁に戻っていて、ユカがいるはずの別館に行けなくなっていた。そんなのがあるの？ああ、やはりさっき俺というか森重のいた校舎とここは違うようだ。なんとか別空間の校舎に移動する手を見つけないと。そうね。ってお前、なんで保健室の外にいるんだ？ここでね、黒いもやもやした霧みたいな人影に襲われたの。だからまた襲われたら怖いから出てきちゃった。本当か？それはすまなかったな。ううん、でもここ何かいるからあまり近寄らないでおこう。ああ、そうしよう。また光が移動しているな。ナオミ。うん、わかったわ。
ナオミ、今だ。そいつを取ってくれ。オッケー、取れたよ。うまくいったな。あれ、お前もこの仕掛け気づいてたのか。ええ、さっき聖子と一緒にね。そうか、俺はユカトだ。頑張ろう、きっと会えるよ、ユカちゃん。あ、消えた？何？なんで？何ここ？すごく寒い。それに何か匂うな。真っ暗だ。どこかに部屋の電気のスイッチはないか。ええ、どこか。あった。あ、サンキュー。臭い。カビだけの匂いじゃないよね、これ。ああ、あれ、なんだろう。どうした？うわ、なんでもない。なんだろう、既視感。この部屋、見覚えがあるような気がする。気味が悪いな。ここだけは開けてはいけない気がする。どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ？私たちみたいに現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど、そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、バッテリーも切れてるから使えないな。天神小学校校長柳堀高峰に寵愛されていたその息子義和。校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。わかりやすく表現するなら、その症状は精神の子供返りとでも言おうか。亡き母親から幼少の頃にもらった小さな文化人形を常に持ち歩くようになり、授業中に突然号泣を始め、講義を投げ出すような気候もしばしば。事件の起こる数ヶ月前にはすでに相手からの言葉を理解することはできても、自ら言葉を発し意思を伝えることは困難な状態になっていたようだ。児童4名連続誘拐殺害犯
柳堀義和の口から。誘拐から殺害に至るまでの具体的な経緯が語られることはついになかった。私は犯人逮捕時に寸出のところで救出された女子児童。篠崎幸子さん、当時7歳のその後を追ってみた。新聞を賑わせた犯人逮捕時の写真では、赤いワンピースの印象的だったこの女児は、現場で同い年の子供たちが次々と惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者だ。心の闇を掘り起こすようで酷であろうとは承知していたが、真実を追うためだ。計算すればすでに成人して10年以上も経っているはずだ。現在の彼女からなら犯行時のリアルな証言を聞き出せると踏んだのだ。篠崎、お前、本当は強かったんだな。怖がりじゃねえよ。怖かったわよ。今もわけわかんないもの。そうか。でもなんか今の幽霊消えたし、成仏成功っぽくね。大丈夫か？まあ、とりあえず拭けよ。涙と鼻水。ふん。ああ、お前、俺の制服で。そういうの言わないでって言ったでしょ。ガキかよお前。ああ、ひでえ。ったく、やべえな。いつもはこんなことするやつじゃないのに。